長井太一。皆さんこんにちは、長井太一です。いや最近さ、なんかうっかりすることすげえ多くてさ、この間なんかさ、うっかり傘忘れちゃったんだよ。うっかり傘、うっかり傘忘れちゃって、うっかり傘、うっかり傘、一応言ってみよう。あざすだー。ということで、今日も元気よく市場に行っていきます。うっかりしてるあの魚をゲットしちゃいます。本日の狙う魚はこちら、うっかりカサゴです。はい、ということで今回うっかりカサゴ仕入れてきましたよ。どうぞ。どん。皆さん、うっかりカサゴなんか聞いたことないでしょ。これね、鮮度がいい、抜群なんで、これエラ真っ赤なんですよ。で、目飛び出してるでしょ。これね、だんだんね、鮮度悪くなって目へこんでいくんで、鮮度抜群のやつで、このうっかりカサゴの特徴は、この斑点でこう緑がかった感じの、黄色緑、黄緑っていう感じの斑点が特徴らしくて、あとこっちのここのヒレのこの本数が19本あるらしいです。で、カサゴは18本らしいんで、ちょっと今から数えてみましょう。じゃあ、いきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,17しかないんだけど17しかないよ、17しか。ちょっと事態、緊急事態なんですけど、うっかりカサゴは19本あるっていう、こう書いてあったんですけど、17本なんで、カサゴでもうっかりカサゴでもない感じなんですけど。はい、ここまでできましたんで、これは半身は刺身、半身は煮付けで、これを頭もですね、煮付けに使っていきたいと思います。で、ちょっとここのね、半身にどこだ、骨が多少あるので、これですね、骨をちょっと取っていきます。これ魚に塩振ったものなんですけども、塩振って水を出した後にですね、熱湯をかけて魚の、アクを取っていきます。じゃあ煮付けを作っていきます。砂糖を入れていきたいと思います。生姜も入れていきます。で、これで、火をつけていきます。はい、煮立ってきたので弱火にして、トトジブタしていきます。そうそうね、いい匂いがしてきましたんで入れていきます。おお、いい感じじゃないですか。すごい。ちょっといきましょう。はい、ということでできました。こちら、お刺身と煮付け、お魚さん、ありがとう。いただきます。ちょっと鮮度が良すぎてブリブリなんですけど、これ、ね、刺身とちょっと炙り作ってみました。いただきます。鮮度良すぎたねもうちょっと熟成させてた方が、まあ、旨味がガッと出たと思うんですけど、でも油、いい油だね、これ、うっかりカサゴの油がすごいいい油してるんで、多分炙りめっちゃうまいと思います。ちょっと炙りもいってみたいと思います。うっかりグレートすぎるよ。うっかりグレートこれ炙りやばいよ。これも皮美味しい魚だね。はい、最高っすね。すずちゃんも食べてみてください。はい、どうぞどうぞ。いただきます。どうすか、歯応えがすごいね。鮮度が良すぎたね。もう1日ぐらい寝かせるともっと旨味がね出そうな感じがするよね。確かに、うん、炙りもいきます。うん、あ
うっかりグレートですね。じゃあ次は見つけいってみましょう。ちょっといただいていきたいと思います。見て見て、これうい、ねえ、うまそうでしょ。いただきます。あ、うまい。これ鮮度がいいやつを煮付けにすると、そのなんか、なんていうのかな、身がしっかりしてて煮崩れしないし、うん、なんか歯ごたえもあるし、これ鮮度がいいやつ煮付けにするとうまいんだね。あ、なんか魚もやっぱり油がちゃんとあるから、煮付けにしてもパサパサしないし、うまいね。このさ、目の下の部分がさ、一番好きなの、魚の中で。ここ、ここに目あったんだけど、目の下、これ、これ、ここ、涙袋。うまい。ごちそうさまでした。ということで、うっかりカサゴでした。いやー、面白い名前だったけど、味はめちゃくちゃうまかったね。はい、今回、魚だけじゃなくて調理法の、こう、なんていうの、奥深さ、学んだ回だったね。うっかり。コメント欄もね、ぜひ、どしどし書いていただきたいんですけども、美味しい煮付けの言い方知ってる人、コメント欄に言っていただければな、というふうに思います。ということで、またね、うっかり別の魚に出会えることを願って、また市場行ってきます。